私は富塚町北、富塚北組にやってきました。今日はこちらで初子を祝う会が行われます。ということで多くの方が集まっています。たこ焼きですね、ちょっと2年くらいありましたけど、1時間のために町のためにやりますんで、全然違う今日なんか自分なんかわけわからない何するわまだ来たの。今回はですね、いろんな癖はかかっておりますが、みんなの力を合わせてお願いしたいと思います。今日は本当、コロナ禍こういう中で、たくさんの方、お祝いのお越しいただいて誠にありがとうございます。子供を授かることができて、お祝いしてもらうことができるようになりました。思い切りね、楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。たこ焼き会会長の渡辺様出番でございます。さばきあいあいとした初子お披露目会が終わりました。そして続いては鯉の放流をこれから行います。近くの川までやってきました。そして今から鯉の放流が行われます。初子さんの人数分の鯉プラス組の鯉ということで4匹放流します。おめでとうございます。ありがとうございます。こういう会開いていただいてますますね、実感が湧いてきたっていう、そういう気持ちでいっぱいです。まあ、本番、精一杯ね、皆さん上げてくれるということで、みんなで祝ってくれるということで、すごい、期待して待っております。お母さん、美月君にはどのように育ってほしいですか？もう自由に元気にたくましく育ってほしいです頑張ってね。まず30周年ということで、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。このコロナ禍でいろいろな規制がある中ですけれども、はい、どうですか？はい、本当ですね、私たちたこ焼き会は、家族的な本当アットホーム的な皆さんの集まりで、ぜひともですね、いろんな規制がございますが、楽しい浜松祭りに心がけていきたいと思っております。はい、30周年の節目の年となります。はいはい、意気込み聞かせてください。はい、みんなでですね、富塚北組らしい祭りをしてですね、心に残るお祭りをですね、心がけていきたいと思っております。はい、頑張ってください。ありがとうございます。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。篠組の組長さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回浜松祭りもうすぐ開催ということですけれども、はい、コロナの影響もありますが、今組はどんな感じですか？今年篠組としては、2件の初だこが、ありますので、本当に、このコロナ禍の中でも、やっていただけるっていうのは本当にありがたいことですし、初屋さんに対しても、やってよかったなという、お祭りにしたいと思います。今日はあいにくの雨ということで、こちらの屋内で行われるそうです。もうすぐ初屋さんが来るまでいらっしゃるということで、早速リポートしていきます。今1軒目の初屋さんが到着しました。篠組の皆さんに見守られ歓迎されながら、糸目付けの会場に入ってきます。初子ちゃんとそのご両親は現在鹿児島にお住まいということで、今日は3人のおじいちゃんとおばあちゃんが糸目付けに立ち会っています。
さあ今初子ちゃんのおじいちゃんが糸目付けでは一番重要な親糸の穴を慎重に開けていきます。今レン君、ミナト君、アオイ君3人の名前とあと2人の手形が入った和紙を巻きつけて糸目付けを行っています。レン君、ミナト君、アオイ君のおじいちゃん、おばあちゃんです。今日糸目付けが今完成しましたけれども、今の率直なお気持ちを教えていただけますか？無事に、ね、みんなに手伝ってもらえて、こういう、ね、場所でできたことを喜びがたくさんあります。お子さんはどんな風に育ってほしいですか？一人のレンはもうちょっとこの世には生まれることができなかったんですけど、あとの二人がお空にいるレンに向かって元気に飛んでいくように高々と上がってほしいなっていう思いです。今2軒目の初屋さんが到着しました。初子ちゃんの雄星くんとお母さん、おじいちゃん、親戚の方々が篠組の皆さんに見守られながら入っていきます。今雄星くんがおじいちゃんと一緒に親糸の穴を開け糸を通していきます。さあ今雄星くんの手形の入った和紙をタコ糸に絡めていきます。本日はおめでとうございます。今日今雄星くんのタコの糸目付けが終わりましたけれども、今のお気持ちはいかがですか？大変嬉しいです。はい、雄星くんはどんな風に育ってほしいですか？そうです、誰にでも優しくして健康に大きく育ってもらえればいいなと思います。お待ち楽しみ。こんにちは、私はサナルダイ1丁目佐野市組の糸目付けの様子をご紹介します。4月17日日曜日、今日はあいにくの雨となってしまいましたので、こちらの会所で糸目付けがこれから行われます。雨の中ということで細心の注意を払って、こちらの今から初だこ糸目付けが行われます。リノちゃん、リノちゃん、ね、リノちゃんのタコだね。かっこいい、もうね、かっこいいよね。いいね、じいじが作りました。じいちゃんの自ら作られて、クミンとみんなで、みんなで一緒に作られて、じゃあもうね、特別なタコになるね、リノちゃんにとってもね。今から糸目付けということで、初子さん自らもタコに糸を通していくようです。リノちゃん、あげたら一緒に、はい、よーいしょー。いや、ちょっとね、やっぱ考えひとしおですね。お孫さんのっていうね。11月の終わりから竹取りから始まりましてね、いろんな工程を経ましてね、ようやく作ったっていうのは、本当にもう竹を取るところから、このタコは手作りで作られたんですね。タコ糸通されました。その後これから町の皆さんみんなで小糸20本をつけていくということです。こうやって皆さん体で次の時代次の時代へと、このタコ糸糸目付けももうつないでいくんですね。この伝統を、皆さんの思いのこもった初タコです。おめでとうございます。今のお気持ち聞かせてください。そうですね、やっぱりすごく嬉しいです。リノ、ちゃんね、どのように育ってほしいですか？明るく元気であればいいかなと思います。はい、おめでとうございます。素敵な、ね、お祭りになるといいですよね。期待しています。はい、ありがとうございます。ひなむらリノちゃん、バザーイ！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 よいしょ。
無事に今日は初ダコの糸目付けが終わりました、はい、今のお気持ちいかがですか。やっぱねちょっと雨こんな感じだったんですけどね、心配することなく、ちゃんとできたのでね、ほっとしてます。山本さんおじいちゃんがね竹取りから主になって、やっていただいて、まあ、いつもでしたらね初ダコはねタコ作ってくれるところに頼んでやるんですけど自分で作りたいということで、みんなで協力して、いいタコできたと思います、はい。そういう地域のタコが、しっかりありますように、またリノちゃんのタコもね、上げて、お節さんが喜んでいただけるように頑張ってやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。天高く上がるのを楽しみにしています。広沢町ひぐみの会所にやってきました。子どもたちの太鼓の音が町内を響かせていますよ。それでは早速お邪魔します。楽しいお祭りしたいと思います。やっぱ私も楽しいお祭りにしたいです。みんなが楽しめるようなお祭りにしたいです。綱を引く人が大変だから元気づけられるようなお祭りにしたいです。まあ、楽しくできる限り頑張れるようにやりたいです。どんな祭りにしたいですか。みんなの印象に残るようなお祭りにしたいです。どうかな。コロナの人を励ませるような、聞いてる人が楽しめるような、はい、いろんな人があって元気になれるようなお祭りにしたいです、はい。どんなお祭りにしたいかな。いろんな人が楽しいお祭りにしたいです。ひぐみの会所では窓を開ける、シールドを立てるなどの感染対策をしっかりと行って練習をしています。この日は本番で演奏する四丁目、小鍛冶、宮神楽の3曲の練習を行っていました。本番までの決められた練習日の夜、7時30分から8時30分までの1時間、子どもたちは集中して練習を行っています。結構その和風なものとかに興味があって面白そうだなって思ってたからです。やったことなかったんですけど、私あんまり音符が読めないんですけど、それでもできるような感じで楽しかったです。まあ、コロナで全然できてなかったけど、この行事はこのコロナの中でもできるっていうことでやってみようかなと思って、四丁目っていう3曲目の歌があるんですけど、その数えるのが大変で、まあ、少しは大変かなと。ずっと憧れてきたから、なんか間違えずに上手に楽しみたい。今年の子は覚え早いですよ、ね。まあ、結局目やったら中学生2人入ってるってことは高学年だもんですから覚えが早いですね。本番ではどんな演奏を期待しますか。やっぱりね、元気のいいお祭りですね、うん、コロナを吹っ飛ばしてもらいたいっていうかね。そう、屋台を出すってことはね、各町内のね、綺麗な飾り物を見れたりとか、ね、明るい、屋台が見れるってことはね、いいかなと思いますね。本当にこのコロナ禍ではありますが、積極的にお子さんたちが参加してくれて、意欲があって取り組んでもらってます。そうですね、まあ、タコと屋台と無事に成功すればいいなというふうに思ってます。保護者の方も熱い眼差しで子どもたちの練習を見守っています。久しぶりの浜松祭り、お囃子の音色を間近で聞いて、いよいよ浜松祭りが始まるんだなぁと実感しました。皆さん、浜松祭り、素敵な音色を聞かせてくださいね。本番頑張ります。